クロロフィル。クロロフィルは光合成の明反応で光エネルギーを吸収する役割を持つ化学物質。溶力素とも言う。4つのピロールが缶を巻いた構造であるテトラピロールにフィトールと呼ばれる調査アルコールがエステル結合した基本構造を持つ。缶構造や置換器が異なる。数種類が知られ、一つの生物が複数種類を持つことも珍しくない。 植物では、葉緑体のチラコイドに多く存在する。天然に存在するものは一般に、マグネシウムが、テトラピロール管中心に配位した構造を持つ。マグネシウム以外では、亜鉛が配位した例が抗色抗合成細菌、アセディフィリアムルブルムにおいて報告されている。金属が外れ、二つの水素で置換された物質は、フェオフィチンと呼ばれる。抽出されたクロロフィルでは、 化学反応によって中心元素を人工的に置換することができる。特に銅が範囲したものはマグネシウムのものよりも光屋さんに対して安定であり化粧品や食品への添加物として利用される。2010年にクロロフィル F の発見が報告された。NMR、質量分析法等のデータから構造式はだと考えられている。クロロフィルのうち 酸素発生型の光合成を行う植物及び、シアノバクテリアが持つものは、クロロフィル、酸素非発生型の光合成を行う光、合成細菌が持つものは、バクテリオクロロフィルと呼ばれる。クロロフィル類の構造に含まれる、テトラピロール管には、B お及び D 管と呼ばれるピロール管の、不飽和状態が異なるポルフィリン、クロリン、バクテリオクロリンの3種類が存在する。 どのピロール間も飽和していないものを、ポルフィリン、D 間の C17C18 結合のみ飽和したものを、クロリン、D 間の C17C18 結合及び B 間の C7C8 結合の両方が飽和したものを、バクテリオクロリと呼ぶ。クロロフィル類の名称は、テトラピロール間の種類及び結合している、地間基によって区別され、発見された順に、アルファベットが付与されている。 クロロフィルとバクテリオクロロフィルのアルファベットの順番は一致していない。クロロフィルのテトラピロール間部分はヒドロキシルモトあるいはカルボキシルモトなどの置換器を持つものが多く比較的浸水性が高い。一方、調査アルコール部分は素水性である。生体から抽出する場合はメタノールやエタノールを溶媒とする。乾護されたものは粉末状で メタノールやエタノールのほか、アセトンやジエチルエーテルにも溶解する。文献などに記載されている吸収波長は、ジエチルエーテル、アセトン、メタノールなどに溶解されたものであることが多い。植物などから抽出したクロロフィル類は、クロマトグラフィーによって容易に分離することができる。この現象は1906年にミハイル・ズベットによって発見され、その鮮やかな色、 クローマからクロマトグラフィーの語源ともなった。クロロフィルは構造中のテトラピロール間に由来する強い色を持ち、多くはその名の通り緑色に見える。テトラピロールは450ナノメートル付近700ナノメートル付近に特徴的な鋭い吸収体を持ち、それぞれ B 体、または総霊体、球体と呼ばれる。吸収波長域は テトラピロール間の種類によって大まかに決定されるが、置換器や結合タンパク質、溶媒の種類など、環境によってシフトする。酸素発生型光合成系において、反応中心色素として用いられるクロロフィル A は、ナット不合成に関与する、光化学系愛服合体では700ナノメートルの波長の光を吸光し、水の光分解に関与する、 光化学系2複合体では680ナノメートルの波長の光を急行する。シアノバクテリアを除く光合成バクテリアでは、反応中心色素としてバクテリオクロロフィル A、もしくはバクテリオクロフィル B が用いられているが、高化学複合体としての吸収は種によって異なり750から850ナノメートルである。植物にはクロロフィル A と B を相互変換する酵素があり、 外部環境に応じて A と B の比率を変化させ適応している可能性がある。光合成においてクロロフィルは光エネルギーを効率よく吸収して化学エネルギーへと変換する光アンテナとしての役割を持つ。植物の光合成でクロロフィルが光を吸収する過程は2段階あり、それぞれ PSI を呼びすぶ高化学系2と呼ばれる。効率よく 光を利用するため PSI とブでは利用する光の波長が異なる。ブにおいてクロロフィル A は光を吸収して冷気され冷気電子を放出する。クロロフィル A から失われた分の電子は水を酸素に酸化することで補充する。ブで発生した冷気電子は電子伝達系に受け渡されプロトンポンプを作動させてプロトン勾配を形成した後 psi へと移動する。psi のクロロフィル A は光を吸収して、冷液電子を放出し、この電子はナットフの生成に利用される。放出した電子は、すぐから移動してきた電子によって補充される。これら光化学系の内外には、就項式素としてのクロロフィル分子が多数存在する。緑色植物では、 クロロフィル A とクロロフィル B が主で、K モや滑走などの二次強制モでは、クロロフィル C を含んでいる。クロロフィルの誘導体、ほうれん草、パセリ、レタスに比較的多く含まれている。着色料として欧州及び、米国にて食品添加物として認可されている。E 番号は E140 及び E141。日本では、ークロロフィルと、 同クロロフィリン NA ジオが認可されている。クロロフィル系の栄養補助食品には、植物性プランクトンなどの加工の程度によりいくつかの種類がある。クロロフィルおよびクロロフィリンでは、作体の金属を調整している製品もある。NA、CU、FE、MG など製品により異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。